へい、どうも、こんにちは。リモコンさんでございます。それではね、カートゥーンウォーズ、始めていきたいと思います。クリアしていくぜ。まあ、クリア目的ですね。とりあえず、ラスボスまで行きましょう。多分、これでバリスタが、おお、ちょっと強化されてんのか。2本になりました、2本。2本です。バリスタが2本になりました。これである程度の敵だったら倒せますね、多分。これ3本とか5本とかどんどん増えていくのかな、バリスタが。ああ、でも強いけどな。オーブ的なものが埋まらないな。あ、鳥来た。鳥はやばいぜ。高コストのユニットを配置させないと鳥はやばいかな。よし、これで。ああ、でもそんな SP がないのか、鳥は。よしよしよし。一番上にね、やっていきましょう。もうちょっと遠距離ユニット欲しいな。いや、欲しいっていうか、出しときたいな。ちょっと心もとない。まだ心もとないかな。ちょっと待機しましょう。ちょっとね、少し。お、なんか強そうなのが出てきて、コウモリ。お、強いぜ。なんだこいつは。この前のギャインといい、あれ、でも簡単に倒れた。あ、これ勝てるか。勝てるかもしれんな。あ、勝ったわ。案外簡単でしたね、ここは。あと3つか。あ、はい。これは、あ、そっか。これ勝てなかったんだよな、前。あ、強い。HP が足りない。避けて、当たらなければね、なんとかなるんで。この足が速いのが問題ですよね、問題は。問題は、この槍兵の足が速いことが問題だと思います。はい。よしよしよし。あれ、なんか銃持ってきたやつが来たよ。やばいんじゃない？やばいんじゃない？案外強いよ、こいつら。こいつら強いよ。あ、強い。射程がないのか？結構近づいてくるけど。あー、もうダメだ。強いし、硬いし。あー！強いぜ。とんでもないやつらだぜ。あー、結構近い。とりあえず、ここら辺でね、いろいろとエネルギーって言いますか、貯めていきましょう。そうすればちょっとは生産能力が上がっていって買っていけるんじゃないでしょうかね。よし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 。あれ、コウモリが出てきた。なんだこのコウモリ。あれ、前見なかったよね。前見たっけ、このコウモリは。ああ、弓兵はつらい。あれ、コウモリ遠距離。まさかの遠距離か、こやつ。ちょっと。強いユニット、強いやつを出しておけばね、強いやつには勝てるんでね。遠距離で攻めてって、強いユニットを出していきましょう。もちろん遠距離もできたら強いユニットにして勝っていきましょう。そうすれば勝てるんでね。あー、ダメージ食らってる。バリスタが強いか。よしよし。少しは相手もやるようだけど、こっちのがね、ちょっと強いということですかね。ちょっとお城にもダメージ受けちゃったか。結構安全ゾーンからの攻撃は辛いぞ。あー、押し返された。いっぱい来た。なんかいっぱい来たよ。やばいぜ、これはやばいぜ。貯めましょう。あ、バリスタはこんだけあるか。耐えましょう。よしよし。少しは。耐えましょう。とりあえずバリスタで応戦して、このコウモリもやっつけときたいな。あれ、巣に抜けられた。なんだこいつは。
そんな、ああ、せっかくの50ユニットが。ちょっとここら辺もバリスタでね、倒していきましょう。便利です、バリスタ。よいしょ、射程がな、もうちょっとあれば嬉しいかも。真ん中よりちょっといいぐらいの射程か、バリスタは。よしよし、こっちの方が強いんかな。あ、高コストがもう焼いてしまったか、高コスト。もうちょっとな、遠距離が欲しい。金が、金というか左のピカピカはあんま溜まっていかないな、問題かもしれん。あそこは弓が来なければ大抵ね勝てると思います。あー辛い、頑張れ頑張れ。全然難しいな。ここまで行ったらちょっとバリスタ放っていくか。ああもうバリスタだ。ああ届かん、届かんかったか。ここまで届かん。そこの入院部隊を何とかすればある程度は勝てる。いや勝てる見込みがあるか、勝てはしないな。ああなんか後ろに攻撃受けてるよ。大丈夫かい。いや大丈夫じゃないな、辛いわ。よしよしよし、オッケー。あんまな、辛いな。よしもうちょっとダメージを与えていけば勝てるな。勝てるかなこれ。いや勝てるかなじゃなくて勝つのか、勝てるかなじゃなくて勝たなきゃいけないんだな。うん、頑張っていこう。よしよし、頑張っていこう、勝っていこう。みんな頑張ってるんだ、俺が諦めてどうするんだって話ですよね。おお勝ちました。とりあえずセーブしとこう。1700か、ちょっとお金が足りないな。できた、ヒーローユニット買いましょう。お金貯めてね。思ったより今回試合と言いますか、このタワーディフェンスがね辛くなってきたんで、はい、ちょっと1対で相手していきましょう。多分大丈夫だな、僕はやっとけば大丈夫だな。あ、でも鳥強いのか、結構鳥強いのか。鳥強いんだな、鳥は。思った以上にやるようだな、鳥は。なかなかこの2体出しておけば勝てるかな、どうだろう。勝てるかな、この2体出しておけば。まあなかなかうまくいかない。あー、鳥が多い、強い。鳥がいっぱい出てくるステージか。この鳥はね、槍で対処させとけばもう OK。それだけで OK。よーし。あれ、ドラゴン出てきたの？なんかドラゴンが出てきたよ。ドラゴンだ。ドラゴン火吹いてるよ、こいつ。なんで、足細っ。このドラゴン足細っ。あ、銃が出てきた、銃。つらい。つらいな。まあ、一旦やられとこう。
強いからな。ちょっと壁だけ出しとかないとこっちに引き寄せられないじゃないか。壁だけ一応出しとかないとね。よしよしよし、銃結構近づいてきてんな。あ、もう銃倒したか。倒したんだったら安心だ。でもまだ安心はできねえぜ。お金もすぐなくなっちゃうからな。銃が撃ってくる前にこっちが攻撃していかなきゃいけないのか。辛いな。辛い戦いだぜ。戦いは常に辛いな。あ、銃がいんのか。頑張れ壁役。何に強い。頑張れ槍さん。槍よし。よくやったぞ、槍。なかなかね、やりますからね。槍頑張って出しとけば勝てるかな。よしよし、勝てる勝てる。昆虫しちゃった、勝てる。よーし。一回セーブして、これね、こっち買いますかね。もうちょっと貯めた方がいいかな。あ、でも6000か。こっち買い、あれどっちだ。こっち買います。よし、これだったね。ちょっとあげとくか。まあ HP は当たらなければね、何とでもなるんで。まあ何分ぐらい経ったかな、ちょっと見ないと。12分か。じゃあこいつ育てていきますか。あ、こっちも10だ。早い。しかも早い。あ、強いな、これ10は。あ、痛い。HP ないとちょっときついな、やっぱ。よしよしよし。速いしな、足も速い。足も速いし、なんか筒みたいだな、銃というより。ちゃんと弾が出る表現もされててね、すごいかっこいいですね、銃か。マリナが撃っていってね、なるべく敵の攻撃も避けてって、よしよし。なるべく敵の攻撃にね、当たらないようにね、戦っていけば、勝算はありますよ。ほら、勝てました。よし。もうちょっと他の強いステージもね、どんどんクリアしていきましょう。さっきは槍が出てきたんでね。スクッと終わるね。スクって。もう敵が強いか弱いかの優劣がちゃんとされてるか。弱ければ終わるし、強ければ勝てないし、そしてね、どっちもどっちですかね。どっちもどっちかもしれないわ。でも遠距離かな、遠距離が強いな。こっち結構遠距離だったな。相手もっと遠距離ではないかな。こっちの方が遠距離だかな。なかなか、あ、でも遠距離強いか。なかなか相手も遠距離だな。よしよし、勝てましたね。100コインもゲットした。とりあえずレベルアップさせていきましょう。レベル3ぐらいまで欲しいな。お、上がった。よしよしよし。捨て身の覚悟でね、勝っていきましょう。もう15分か。15分だったら、これ終わったらもうやめるかな。よしよし。この M、おお、なんだこいつは。チェイソンみたいなのが出てきた。なかなか動きが、トリッキーな動きしました。あー、なんだ。速い。センスを振り回すスピードが速い。
100。じゃあね、ここら辺までにさせていただきますかね。それでは皆さん、バッハッハーイ。